寺尾久史大正12年8月6日は、明治、大正時代の福岡県出身の日本の天文学者、数学者、東京物理学校初代校長、近代日本天文学の基礎を固めたことで知られている。文科生には、平山真、木村久史、平山誠二らがいる。福岡藩士、寺尾紀平太の長男として、筑前国中群春吉村に生まれる。 藩校主有館に学び、金子健太郎と共に、東の寺を西の金子と並び称されるほどの学祭を示す。1873年、東京外国語学校に入学し、フランス語を収め、1874年、海政学校に入学し物理学を専攻。フランス人親とい外国人、エミール・レピシェから天文学を学び、1878年、 東京大学理学部物理学科を卒業。1879年、ンピ留学生を命ぜられ、フランスに留学。パリ天文台において、天文学を研究し、傍ら、パリ大学で数学と天体力学を収め、フランス文部教より、リサンシエースシアンスマテマチックの学位を授与される。その後、1882年のフランス政府による、 カリブ海のマルチニーク島における近世太陽面経過観測に参加し、アメリカ合衆国の天文台を巡視して、翌1883年に帰国する。帰国後、文部省巡送人御用係となり、仙台における経緯度測定に従事し、日本において初めて死後間を用いた移度測定を行う。また、東京物理学講習所の創立者の一人であり、 1883年に東京物理学校と解消すると初代校長に就任する。1884年東京大学理学部生学科教授に就任。この頃、数学者として楕円関数やデータ関数の理論を日本で初めて大学で講義している。ローマ自推進論者であり、1885年1月には、富山昭一、谷田部良吉、 山川健次郎、松井直吉、熊本優奈を北尾次郎と共に、ローマ字を推進する団体として、ローマアザ会を設立する。1888年6月2日、東京大学附属東京天文台の初代大長に就任。同年6月7日、理学博士号を授与される。百八十九年、パリにおける、万国即地学協会の総会委員として出席し、 この木と日本にメートル元気を持ち帰っている。1893年、声楽科が2講座制になると第1講座を担当した。1898年、文部省に即地学委員会が設けられ、初代会長となる。同年、平山慎、水原ブ三郎らと日本初の海外観測遠征となるインドでの日食観測を行い、コロナの写真撮影に成功。 1903年、東京学士会員会員となる。1908年、日本天文学会を創立し、初代会長に就任する。1915年、60歳になった時に、東京帝国大学理科大学教授を退官一説には、東大教官60歳定年説を唱えて、自ら身を引いたとも言われている。東京天文台長を退官したのは、 それから4年後の1919 19年である。1920年2月6日、東京帝国大学名誉教授の称号を授与された。引退後は、静岡県の伊東にある別荘において読書三昧の生活を送ったという。姉、地下は、萩尾四郎に嫁いでいる。萩尾四郎、地下夫妻の次女、千は、平尾夫妻吉に、三女、梅は、加藤久氏にに嫁いでいる。 平尾ふ吉、き鹿、夫妻の次男、玄武氏は、ぶきの孫娘で、森康三郎、厚子夫妻の長女、綾子と結婚した。また加藤久し、梅夫妻の長女、甲は、佐藤忠夫に嫁いだが、佐藤忠夫、幸夫夫妻の次女が、高島屋の創業者一族、飯田直一に嫁いでいる。日産コンチェルンの創業者、相川義助は、飯田直一のおばの夫にあたる。 弟、寺尾徹は、紀平太の次男で、国際法学者、同じく弟、住川徳は、紀平太の三男で、医学博士、やはり弟、小野龍太郎は、紀平太の四男で、司法官。妹、辰子は、小峠の親友で、司法官の渡辺徹に嫁いだ。女優の東山千恵子は、渡辺徹、辰子夫妻の次女で、 母方のおじにあたるトールの幼女となった。ことぶきは二度結婚している。先妻、小まことの間に生まれた次男、寺尾真は動物学者で、新たの妻は動物学者、石川千代松の長女、清。渡辺徹、達子夫妻の六女すなわち、東山の妹が石川千代松の長男で、ジャーナリスト、翻訳家、評論家の石川金一に嫁いだため、寺尾家は、 石川家と二重の隕石関係にある。また千代松の妻、すなわち金一時,時代の母は、三栗林床の長女、貞子なので、寺尾家は石川家を通じて、三栗家の系緯になった。寺尾久殺の弟子の一人、平山晋武長女が、地球科学者の坪井聖太郎に嫁いだため、寺を、平山の子弟は共に、三栗家と隕石関係で結ばれていると言える。5歳。 聞くことの娘、よしこは、東京医学専門学校教授の荒井常夫に嫁いだ。ことぶきと、千妻、コまことの間に生まれた、長女、あつこは、記述のように外交官の森安三郎に、嫁いだ。森の長女、あや子は同じく記述のようにことぶきの姉の孫にあたる、平尾九郎と結婚したため平尾九郎、綾あや子夫妻は、またいと子妹同士で結婚したことになる。 ことぶきの先妻、コマコの妹、千代は、官僚、政治家の中村純九郎に嫁いだ。純九郎、千代夫妻の次女は、住友財閥の総理事、古田俊之介に、三女は、陸上選手で、日本人初のオリンピック金メダリストである、小田美紀夫に嫁いだ。ことぶきの五歳、菊子は、妹、小春が、中島力造夫人、弟が、廃人、王の社畜。 菊子指定の大葉は、横井玉子、いとこが戸川明骨であり、名は、日本楽器製造の第3代社長を務めた、川上義美氏に嫁いだ。歌詞の長男は、日本楽器製造の第4代、第6代社長の川上源一。歌詞の次男は、東方アドセンター社長の川上龍二。龍二の妻は、第10代横浜市長。 有吉忠和の御女なので、元日本優先社長の有吉吉や、政治家の山崎和夫、元建設事務次官の柴田達夫、元日本電信電話公社総裁の米沢茂は、龍二の義兄にあたる。寺尾久志博士像、黒田清照必用画家、黒田清照は、1883年に、寺尾から、フランス語を習い、同年東京外国語学校フランス語科の、 入学試験に合格している。1909年には、寺ラオの東京大学在職25年をしありがとうございます。